2月27日、何の日か知ってますか？マックスバリュー西日本よねっつか？そうかもしれんけど絶対にこの動画でマックスバリューは出てこんのよ。2月27日はポケモン赤緑の発売日だよね。正解、さすがポケモン25時間サービス残業ザウルスだね。誰がサービス残業推進委員会やねん。多分言うてないで。ということでミュウを捕まえてみます。霊夢です。ダイパのポケモンはポッチャマしか知りません。マリサだぜ。サンダと京都からすべての花粉は消え去ってください。中の人です。さらっとサンダの家から京都まで旅行しようとしてるな。ということで今回はミュウを捕まえてみるよ。ポケスタ金銀でどうにかして早めに動画を終わらせるよ。花粉症がヤバそうだもんね。そりゃ早く終わらせたいだろうぜ。ポケスタ金銀は早送りなんてしなくてもゲーム側でできるからそっちで急ぐよ。名前は初期設定でいいよね。何度このオキドとの会話をしてきたかわからないくらいにはポケモン赤緑はたくさんやってきたからね。赤緑に全振りしたら金銀以降がわからなくなったよ。とりあえず赤緑の最初はパソコンモーアタックだよね。傷薬を取っておくのぜ。オキドのイベントを発生させるために草むらに突っ込むよ。マジでこれ早くしてほしいよね。起動させてからバグらせられる状態までが長いのよ。多分普通のゲームはバグらせられない方がいいと思うけどね。とりあえず記憶喪失じいさんの話は連打で流そうね。最初のポケモンもどうせレベル100にするからどうでもいいよ。今回は真ん中のゼニガメを選んだのぜ。ここからのライバル戦が一番だるいからな。なんで私たちよりも有利なタイプのポケモンを選んでおいて、なんで連打してるだけの私たちに負けるんだよって感じね。ここからバトルが終わるまで怒涛の A ボタン連打です。ロード投げよ。しゃあないわ、64でポケモン赤緑のデータ抜くの大変やってんから。ほんまに敵の不思議だねだけ大爆発覚えててほしい。やっと倒したね。毎回急所に当ててください。それじゃあ時は往復してくるのぜ。こう見ると数世代前のゲームっていいわよね。5分ならずっと見てられるよね。意外と現実的やな5分って。じゃあまた長い話を聞いておくよ。基本こういう時は B ボタンを連打するといいのぜ。 A ボタンだともう一回会話を始めちゃう時があるからね。連打力には相当な自信があります。姉ちゃんはどんな雰囲気なんだろうね。年上の場合はタイプではないね。何を言っているんだ。この姉ちゃんって大木戸の孫のはずなのに、自分のじいちゃんのことを大木戸のおじいちゃんっていうのは変わってるよね。って言ってる実況者さんがいて、確かにって思ったよね。おじいちゃんは2人いたとしてもおじいちゃんなんじゃないかと思うよね。じゃあ今からポケスタ金銀でいくつかアイテムを運んでくるよ。壁抜けアイテムとマスターボールを運んでくるので時はの森は全カットできます。やったね。これがまずマスターボール82個だね。通常ではありえない数だぜ。次のこれは波乗りアイテムのハテナ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 かな。最後のが壁抜けアイテムのライバルだね。バグアイテムも認識するのはポケスタもなかなかやるわね。255個まであっても99個に減っちゃうけど、それくらいなら多めに見られるくらいの仕様だよね。じゃあ右に向かって抜けていくよ。ちょっとだけ早送りでお楽しみください。じゃあゼニガメをレベル100にするよ。これは一番有名なバグだよね。道具の7番目でセレクトボタンを押して、あとは B ボタンでメニューを閉じるだけ。メニューが閉じたら草むらとかで野生のポケモンとエンカウントすればいいんよね。次に戦うを選んで一番上以外の技でセレクトボタンを押すだけ。あとは普通に倒せば大体レベル100になるよ。進化なんてさせないよ。お前ら人間じゃねえに勝ってきたよ。たけしは軽トラに走って追いつくし、今回の私たちは壁を抜けたりするからそれはお互い様なんだぜ。ということで花田までやってきました。いよいよミュウをゲットする場所に来たね。じゃあ早速ミュウをゲットするのぜ。一番バグらないバグをやっていくよ。用意するものはこちら。テレポートか空を飛ぶを覚えたポケモンはほぼ絶対必要だよ。あと花田ジムの人を一人攻略するからそれなりのポケモンも用意しててね。捕まえるならマスターボールがあった方がいいよ。それじゃあやり方でも簡単に説明しようか。まずは花田上の橋を渡って左のここに来るよ。レポートは絶対しといてね。次は下に一歩踏み入れて、頑張ってメニューを開くよ。移動し終わってからトレーナーがこっちを認識するまでの一瞬だけ、メニューが開ける瞬間が存在するからそこでメニューを開くのぜ。メニューが開けたらテレポートか空を飛ぶを使って離脱してください。メニューが開けなかったらリセットしてやり直してね。リセットは AB セレクトスタートの同時押しでできるぜ。花田してのポケ戦の前に来たらジムに向かうよ。この時、看板や街の人にはしかとされますがそういう仕様なので大丈夫だぜ。じゃあジムに入っていこうか。ジムに入ったら一番最初のワックって言ってる人と戦うよ。この時、ジムトレーナーが出してくる2匹目のポケモンを見ることが重要だったりするから、絶対に1匹目は倒す必要があるよ。倒したら花田の北の方へ向かうよ。歩いていってね。ここから花田の北に踏み入れると、勝手にメニューが開くよ。これは歩いているだけで勝手に開くのぜ。このメニューを B ボタンで閉じると、なんかエンカウントして、なんとなんと。
なんと乳が出てきます。これはおそらくレベル7固定なんだぜ。あとはご自由にしていただいて大丈夫よ。捕まえることも倒すこともできるのぜ。この方法、他の方法と違ってバグはバグなんだけど影響する部分が少なくて、なんといってもセレクトボタンを使わないからとても危険度が低い部類なんよね。セレクトバグが使えないピカチュウ版でもできたりするらしいんよ。安全だし簡単だから知らなかった人は一回やってみてね。多分この時代そんな人おらんけどね。ご覧の通り、普通にニューは捕まえられるよ。図鑑にもちゃんと登録されるんだぜ。ということで28周年のポケモンをやってみたよ。彼はいつもポケモンをこうやって遊んでいます。それは本当です。嘘であれよ。ポケモン赤緑、バグも奥が深そうだから踏み入るときは気をつけてね。私は全然ポケモンの内部的なアドレスとかには詳しくないので、そういうのは自分で調べてください。我々は一人でも多くの人がポケモン赤緑のバグにポケモン900匹分の記憶領域を割くことをいつか待っているのぜ。それでは今日もご視聴ありがとうございました。